どうも、ビーレジェンド染田です。どうも、ビーレジェンド上野です。今日は何ですか？皆さん、お客様からね、プロテインを炭酸水で割りたいとかいうお声が結構ありまして、今、ソーダストリームっていうすごい便利なものがありますんで、はい、今日はプロテインをシェイクしてからそのソーダストリームにかけてね、飲んでいきたいと思います。はい。なんかうちのディレクターが、はい、ソーダストリームをたまたま持っていて、今回はこれを会社にご提供いただきまして、ありがとうございます。これを使って、炭酸入りのプロテインドリンクを作ろうっていう話ですね。そうですね、そういう企画をやろうと思います。炭酸水でプロテインを割ろうとすると、結局シェイクするから炭酸が飛んでしまってうまくいかない。いかない。だから今回はシェイクをしてプロテインがもう混ざった状態のところに炭酸をぶち込んでっていう話でよろしいですか？そうですね。じゃあ今日これ試すフレーバー何でいきます？そうですね、こう考えた中でやっぱ美味しそうなこれとかどうですかね？全部美味しいですよ。全部美味しいですけど、今回はこれ何ですか？これドラゴンボールカメハメハ風味です。あ、これカメハメハが実はこれ入ってます。ストック用にこの容器に実は入れてます。こんな感じで見せないでじゃあ、まずは、このジャンボシェイカーを使って、プロテインをシェイクして、このやつをここに入れる感じ。そうです、はい、ちょっと早速作っていきたいと思います。水がそれぞれ400ですね、入ってます。でそこにすり切り8杯を入れていきたいと思います。8杯お願いします。はい、じゃあこれをこっちに移します。そうですね、これで本当にいいんですか？いや大丈夫ですって言って爆発したらどうしてくれるんですか？で、これをディレクター、これこうするんですよね。こういうこと？オッケー、こっちだな。あ、来た来ましたね。あ、なんか下勝手に向いたぞ。あ、なるほど。いいですか、ね、じゃあこれちょっと押してくださいよ。あ、いいんすか。はい、皆さん行きます。3、2、1。ちょ、一回止めましょう怖いですけどこれ何、どれくらい入れるのが正解ですかね。あ、押してる押したかっただけでしょ。いやいや、ちょっとこれチキンレースじゃないですか爆発させたら負けでいいですか、ね。怖い。あ、でもそろそろもうダメなんじゃないか。もう出たくなってきます。あー、怖いなこれ、5秒後にプロテインまみれの絵が。そう。おおびっくりした。やめましょう。もうここでやめてください。これ開けるだけも怖いですよ。これは普通にまたこれでいいわけですよね。すごいなんか圧を、音がしてる。シャーって。うわあ。ああ、最悪だ。最悪だ。ちょっと。炭酸入れすぎた。おおおお。ちょちょ、入れますよ。さえダメだな。大丈夫ですかこれ。これうわ。入れすぎ、もうというわけで、やりましょう、皆さん。いろいろ紆余曲折ありました。どうにかこれだけ。さっきまででもこれ結構満帆あったんですか？そうですね、泡だったんですよ。消えていって早速飲んでいきましょうか。これは開けた時にプシュッて音しません。いただきます。いただきます。
おすごい炭酸になってるすげえ炭酸になってる。普通のこう炭酸飲料を想像すると弱いかもしれないですけど入ってますね。いやほんまに、いや僕今鼻にね入ったんですよ、ね、クッてきたんですよ。だから舐めてましたね。もう抜けてるもんやと思ったら、うん、ああ美味しい。いやこう美味しいですねほんまに。もう完全にあの抜けてるもんやと僕思ってたんで、ねはい、これはちょっと意外でしたね。全然今抜けてる方のリアクション準備仕掛けたしてましたけど、うん、すげえ。ということで、まあ、ソーダストリームを使えば一応炭酸入りのプロテインはあの作成可能です。作れるとですね。ただ今回の一番ダメだったところは我々がソーダストリームのこう仕組みを理解してなかった。まあ、あのほどほどに炭酸入れすぎたら爆発をするのでほどほどにしてくれたらマシなのかなと。あの程よく炭酸も入って程よく爆発もせずにというところもあると思う。そうですね。僕らだってもうなんかピューって今出てましたからね。まあ、もしソーダストリームの機会がある方がいらっしゃればぜひ試していただけたらと思います。美味しいには美味しいです。美味しいですね、はい、これいろいろ試したいですよね。そうですかね。いやあの波動拳とかも絶対美味しいと思いますもん。はい、じゃあ試したい染田さんがやるということで、いや一緒にやりましょう、はい、今後はい、というわけで、はい、今日は、ここまでです。はい、ちょっと結構事故ったんですがちょっとまだその事故が引きずっちゃってるんですね、ね、はい、まあというわけで、そうですね、このね動画が良かったという方はグッドボタンとチャンネル登録をまたよろしくお願いいたします。はい、また次回候補期待ということで今日は以上です。皆さんありがとうございました。さよなら。